ジャズキサバリエラのゴイちゃんです。今日はですね、トランペットが主人公で、名前をトニー・フラセラという人なんです。この人です。それで曲が短くて3分14秒なので、レコードをおかけしてからは私喋りませんので、ゆっくり楽しんでいただければと思います。この人なんですけども、トニー・フラセラという人はトランペットの吟遊詩人という言われている人で、もうそうですね、ジャズ・ジャイアンツみたいな人ではないんですけれども、今からお届けする I'll be seeing you という1938年のスタンダード曲、ビリー・ホリデーが奇妙な果実の中でも歌ってますし、まあ、ソニー・ロジンズも吹いたりとかですね。ですけど I'll be seeing you というとですね、この人が本なんかには必ず吟遊詩人、トランペットのトニー・フラッセラっていう、1927年で生まれで1969年に亡くなる、まあ、若くして亡くなった人なんですけども、非常に私大好きなレコードで、あとジェリー・マリガンとかスタン・ゲッツの中で吹いてたりするんですけども、このトニー・フラッセラという名前をぜひ覚えていただけると私は嬉しいです。今からおかけします。ジャズはいいよ。おじちゃんでした。